はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ドラゴン TK です。じゃあね、今日も新三国無双エキス伝やっていきましょう。ではシナリオ、鬼か神かいきましょう。おう、来ましたね。無事海遊を撃破し止水艦を突破できたな。あの関羽という武人、紫龍に勝るとも劣らない武芸の持ち主、世間には英春豪傑がいっぱいいるのか。俺ね、関羽は強いからね、ほんま。関心している場合じゃないでしょ。目的地はまだ先よ。うん、その通りだ。都へ達するにはもう一つ、五郎館を抜けなくてはならない。ほう。そこを守備するのは鬼神と呼ばれる呂布。呂布、果たして奴を退けられるか。鬼神といっても所詮人の伝聞、さっきの海遊みたいなものよ、きっと。早く先へ進みましょう。そんな軽々しく呂布をね、海遊みたいなものよみたいな言ったらあかんと思う。こんな強いからな。この間を抜けば落葉は目前である。呂布という獣が守っておるそうだが、我が遺構の前では赤子同然であろう。赤子同然な。止水管を抜いてすっかり調子づいてしまったようだ。こっちはそう簡単に落とさせないよ。おお、簡単に落とさせねえか。ようやっていこう。一応ね、裏の方でね、おお、まだ今のところそれらしき武将は見当たらないわね。本当にそんなのいるのかしら。うん、おるやろな。まあ一応ね、裏の方でね、ちょっと武器であったり防具であったり、防具は違うか。うん、武器はね、新しくいろいろ新調してレベルもね、ちょっと上げときました。では一応ね、アイテムとかもね、こうやって持ってますんで、ではまあやっていこう。オッケー、失敗。一応ね、ああいうアニメーションはそのまま流しに行きましょう。まあ撮ってる時はね、撮ってなかったらまあ別にいいかなって思いますけどね。あ、変なところで。オッケー、いいね。一応無双タイプのね、アニメーションの方にしております。よし、こっちはあれでいけそうやな。うん、劉備はちょっと、うん、どうしよう。ちょいと下がらせ、やっぱこっち行かすか。あの二人おったらいけるでしょう。この二人がこっちにおったらね。イエイ、どうだ。うん、いいね。ゼロ、体力ゼロ、いいね。カウンやっぱ強い。無双やね、無双完全に。でここで防御さしとく。でお前はこっちに攻撃してくるガード。問題ね。うん、ガード、よっしゃ、56。なるほど、はい。ここはまあスキップしていこう、スキップしていこう。いちいちね、そのままやっていくのは面倒すぎてた。こいつちょっとどうしようかな。まあ一回いくか。一応アイテムね、持ってますしね。持ってなかったらどうしようかなって思ったけど。お、終わったー。超一発で武将撃ち取りましたね。いいね。うん、どうだ、撃破。うん、よし、そうやね。よっしゃ、これでちょっとでも攻撃を後のやつに残しといて楽にさせようというコンタですね。まあ問題ないし、もうまあ問題ないですよ。よし、ここは防御で。よし、カウンは、お、いけるやん。早速使っていこう。オッケー、
で、あとこいつで、あ、さっきこっち倒すか。うん、オッケー、いいね、いい感じ、いい感じ。お、目標された宝箱来た。銀星が欲しいな。ミス26、うわ痛いまあそこまで痛くはないか。おう16、おう後ろからの背攻撃、背後攻撃が来たけど、おーおーおー、なんかいろいろやばい、いろいろやばいいろいろやばい。おう、あっちやった、あっちに攻撃いかず、あー、はい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 。で、どう攻撃するかやけど、まあここにおっても問題ないんやけど、3つしかないと。はあ、真ん中行ったら標的にめっちゃされるから、まあここにおろう。あー、違う、攻撃攻撃で、オッケー、まあこれはもう1回見たからいいですよ1回ずつね、封鎖しといたら、まあ問題はないと思うんで、こっちに行かして攻撃、あーマジで、まあいいか、あとはまあ、おー、そこそこしか行かれんか。よっしゃ、じゃあまあどうだ、おーおー、マジでそうやな、これは。あー、しかもクリティカルに当たる変形か。オッケー、あれ、あ、一度こっちだ、マジでマジでええやろ、ほんま、いろいろ飛ばしていこうも、見てると次がないから。おお、関君あそこ行くんや、へえ。まあここに超運は配置しといて、そこからの一生攻撃、いいね、クリティカル今当たったよ。まあ攻撃で、あ、ちょっと待った、ここでいいか、なら、あ、マジでなら、ここでよ、こいつをこいつに当てていきたかったやな。あー無理か、そやな、なら、これでよ。え、あ、残ってる、あ、そうなん、なら、いいか、まあこれでこういう感じで、ゼロね、ちゃんと確認してからせんとねさっきみたいな位置残ったはめになるから、まあおかげで助かったけど、あの出てきたやつに、おう、あ、ちょ、あんま来た、防御じゃない、防御じゃない、あ、まあいいかもしれない、これミスター。ゲレミン、はい。おー、来る。あそこ来る。そう。あー、やっぱ食らう。あ、戻っていく。戻るんかい、そこやな。まあ、問題ないでしょう。びっくりした、今。攻撃だ。位置残る。まあ、まあ、それはいい。無双はある中、まあどうしよう、なんか嫌な感じする。そこや、ここでいいか、お、そこで行く、お、いいんちゃう、憲兵ゼロになるわ、うん、いいね、いいね、百発百中やな、ほんま素晴らしいいいね、いいから、よかったわ、68、0、OK、いいね、素晴らしい、うん、よし、俺を褒めてくれるとはね、褒めてくれる、これだから戦は面白い、おお、こっちであったね、こんなん、投石機発見、
投石機に近づくと1キロ以内に予定の攻撃位置のマーカーが表示されます。マーカーが表示された範囲にユニットがいると敵の攻撃行動時にダメージを受けてしまいます。表示された範囲からの速やかに範囲からは速やかに離れて投石機の取り上げをやらせましょう。さすが落葉を守る席、守備も厳重だな。だが兵器が巨大な分動作のどこかに隙が生まれるはずだ。そこをついて行動しよう。せやね。攻撃どうだ。おお、こんだけ残るか。まあしゃあないな。防御しかできへん。マジで手元感がいらねえ。ちょい、おお、マジでクリティカル受かる、受ける。マジで、ああ41か。はあはあはあ、やらない。ダメ。表面はできんか。攻撃あいつ、あそこに残しとこう。100いいね。よっしゃ、よっしゃ、3人と共鳴できんちゃうか。攻撃者どうだ。攻撃者、うん、どうだ。あ、一個残すこ、これでいいや。まだこいつもおるしな、どっちにで、こいつを攻撃させる。あれもあるし、いけるでしょう。これはまあ、やっていけ。連打じゃん、連打じゃんやろ。おー、60、おー、いった、あった。いかんか。おい、いいね。おー、レベル上がった。いいね、いいね、素晴らしいよ。あー、こっちはちょっと、あ、ミスった。嘘嘘やな、ほんま。マジか、もうこれ無理やんか。うん、しゃあないな、これは。あ、違うから、行かれへんしな。おう、ちょっと待てー。うん、はよ出てきてよ、出てきて問題ないで、出てきてよ。ええんすよ、頼むわ、ほんま出てきて。ああ、降りていかなあかんパターン。しゃあないな、降りていったろ。うん、よっしゃ。でこんだけ溜まる。おい、レベル10になってるやん。いつの間にか、いつの間にか。ほんまにいつの間にか。あいつちょっと嫌やから、あいつの攻撃やっとこう。着中だべ。うん、よっしゃ、ここに来る。で、攻撃は当たるね。 OK、 ゼロ、いいね。順調やね、順調。うん、だいぶ順調やね、素晴らしい。おお、レベル9になった。こっち全然進んでないけど。ちょっと待ってやな、ほんま。うん、ちょっと待って、これ移動するわ。もうちょっとアイテムをちょっと飲みたい。こいつでいいか。で攻撃を押していこう。 OK、 OK、 うん、書いて助けよかったみたいな。うん、全然防御ばっかりで攻撃してなかったもんな、あいつ。超引きな。うん、えい、こっち来る。
で、はよ、はよ、なかなか時間から、あ、角、角が動き出した。あ、こいつらこっちも動き出した。まだもういいわ。連絡者。炎症の弾は与えんの。じゃあこいつで。もういけそうじゃね。うん。どう？あ、で、おう、終わりちゃうもん。どうだ？いけ、かく、ゲゲハじゃん。お、正解だ。これは参った。ここはおとなしく引き下がるとしようか。ブローカン開門。来たよ、ふぅ。怖い顔すごいよな、ハンマー放て。無理が、無理やろな。持つ持つのか、そこ。あれが死んですよ。それ式の攻撃で俺がひるむと思ったのか。貴様らまとめて消し飛ばしてやる。怖い怖い、リョフ。えい、リョフめ、現れおったな。冥族の軍の意向を示すべく、誰ぞあの獣を討ち取ってまいれ。お前が撃てや。騎士。なるほど。確かに他の人間とは明らかに一線を隠した部の持ち主ね。まともに当たったら誰もかなわないよ。え、いや、それ言わんといて。勝利条件変更、両方撃破せよ。敗北条件変更、炎症の敗傷に注意せよ。ええかげんせよ、お前役に立たんのに。マジ思うわそれ。ああ、待って待って、体力、ああ、オッケーオッケーオッケー。うん、攻撃どうだ、劉備。お、槍兵いけるんじゃ。よっしゃ、おお、いけるいける。オッケー、よし、これではいけんちゃうか。どうだ、うん、これで一回でいけるけど、残しとこ。リョフに残しとこ、ほんま。さっきはなんかやってもうたけどさ、まああいつ結構強いし、まあしゃあないかなと思ってやってんやけど。誰に、誰に攻撃する。ミス、よかった。はい、ウェイ。おーおー、マジで。おお、めっちゃ来てくる。うわ、怖い怖い怖い。リョフ、リョフ怖いよ。ちょっとリョフ、リョフさん、リョフさん、こいつこっちに来とこう俺。あ、いける。あ、無理、あ、無理っぽい。キロ、まあこれやっていこう。ゼロやな、ツヤな。オッケーオッケー。よし、じゃあここやな。ゼロやからここを狙っていく。ちょっとでも騎士来作敵軍をな。うん、うわ、あそこやし。しかもちょっと待って、あ、今、じゃあ、アイテム、攻撃、あー、当たらんかった。しゃあないな、これ。
まった。ここでいいか。アイテム。こいつはなんだか。え、ああ、共鳴やってもだ。まだいいわ。まだ共鳴する場所じゃない、これは。絶対にな。絶対にな。うん。ミス。うっ。はぁやろ、お前。びっくりさぁ。死ぬ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 やろ、お前。死ぬって、ほんま。これあかんって。攻撃。こっちに来るやろ。でこっからこれでちょっと待って、共鳴あっできへんの。マジっすか。ここやったらどう。あ、できない。なるほど。ならあれだけ当てていこう。うん、攻撃だけやっていこう。無双よし。敵軍撃破。うん、あ、ちょっと逃げとこう。これはあー、なんかやられるかな、やられるかな。あぶねー。怖いわ、ほんまに。共鳴か。ここじゃ。どうだ。オッケー、いけた。表面実行します。オッケー。これはあんまり、いやー、どうだー。ガフー撃ったぞー。よっしゃ、撃破じゃん。おー、レベルめっちゃ上がった。すげー。押し切られただと。認める。いや、怖い怖い怖い。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、うん、これでトウタクは追い詰められたも当然。まあ、私が軍を率いているのだ。この勝利は当然と言えよ。なんか腹立つわ、印象ほんま。まもなく落葉か。そこに行けば、古今東西の歴史書がある。なんか、燃えるように体が熱くなってきたな。お前だけやろ、それ。随分かかったけど、ついに落葉ね。そこへ行けば、必ず。何？コロカの制圧にあり勝利。きたー、よかったー。エースと戦術ユニット撃破する。あー、そこのやつも含まれてんや。お、いいね、いいの来た、いいの来た。ここら辺な。じゃあ今回はこれぐらいにして終わりにしましょうかね。ムービー来るか、来んよね。じゃあね、来んね。じゃあこれでね、終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と、うん、ツイッターアカウントのフォローね、お願いします。ではさらば。